はい、こんにちは、翔太です。ポケットモンスターソードシールドのシングルランクマッチやってきます。来ちゃー、ゼルネ&ウルガモス。ゼルネにショックなければ、じゃショックもう僕切ってこのゲームやってるんだけど、ハピアンスで見れるということで、まあ、そういうハピアンスをね、用意してきたんで、ハピアンス使ってきます。まあ、ナット考えるとダイナ欲しくて、ガブ考えると無動って感じで、まあ、ダイナ無動ハピかな。で、まあ、必死早めに負けると、かなりいいんだけど、まあ、どっちが先かって感じかな、その展開が。まあ、ただ、構築的にロンゲから来そうだと思うんだよな。ガブから来る。必死巻きたいけど、いや、でもね、無動はね、こっちの動画が先になってるか、後になってるか、多分、昨日か一昨日ぐらいの動画になってると思うんだけど、なかなかね、生かした無動を持ってきているので、先に展開されるのは阻止できるかな。ショックがまあ、あとはちょっときついけど、なんならこの無動で多分相手、めちゃくちゃ悲しいこと起きるぞ。で、スケールショットから入ってるから、ガブリアスさすがにこれ引かなきゃいけなくなるね。ここはさすがに跳ね押さないとまずくて。まあ、頑丈残したいのもある。跳ねからでいいね。で、多分ね、ハピで止まること考えると、デルネさすがにショックないと出てこなくて、ショックあるんだったらここ文句なく出してすぐ、ジオコントローリングに来ると思うんだよね。そこを分からせるわ。まあ、このショックあった時は、相手が、ジオコンから入ってくる読みで、あー、ガモスか。これ、多分ロンゲ絡めないゲームか、ゼルネにショックないから投げてないかもどっちかかな。で、ここね、あー、これだったらステロマ行ってもよかったけど、まあさすがにハピアンス引きかな。ガモスはハピで止めれるから。で、ヒットポイント総量の TOD 勝負になると僕絶対負けなくて。だからまあ仕掛けるならここなんかな、相手。まあ、ハピアンスいるの見え見えだろうから。ハピアンスは投げて。炎の前。超前読みで一回吹き飛ばしっていうのは、まあ、裏が受け駒しかいないから、それはできないんで。攻め駒入ってる構築の方がだから、この無能って生きるような気もするんだけど。これはトラーだから打っていいかな。超前からだったら僕、瞑想から入りたかったけど。結局、厚出ししてから積んでいくから変わらなくて、そうだったら裏にワンチャントラーで稼げるのと、ここなんか引くと美味しいぞ。来い。ふっ引け。急所。それは別にいらなくて、瞑想していくと。ガモスはね、ショックないんで。まあ、こっから急所の当て合いかな。急所運でも今一回使っちゃったわ。そんなのは関係ない。僕が、しばく。懐かしいハピアンスで瞑想してるの。昔の竜王戦ルールの時は、ゼルネにショックないことと海王が、あの時って瞑想海王がまあまあいたんで、ごく稀。まあまあごく稀に。めっちゃごく稀にいたんだけど、それ祈るゲームしましたね。祈って20分しのぎ切ると勝つっていう、夜な夜なね、深夜のさ、2時、3時、朝4時、5時とかで、そんなことやっててさ、人生実りあるわけねえよな、そんなことしててな。超マイレンダー。で、まあ、ガモス側が回復ソースないから、まあ、眠るあるの見てからでもいいか。程よく瞑想したら殴ってってもいいな。で、ガモスね、ハピの挑発、あ、じゃ瞑想読めるから、どこでもガブに引けるんだけど、まあ、してこないっていうところで、多分おそらくガモスで詰め切るルートで相手はいると思ってよくて、超前めちゃくちゃ積んできたな。こうなるとね、回復ソースのあるハピアンスと、有限のガモスの、まあ、差が出てくるね。で、寝たら寝るの見て、無動を投げる、吹き飛ばし、ガブ出てくる、ステロマクで、かなりガモスの動き制限できるから、それでもいいな。眠らある場合はその処理ルートね。ないなら、
普通に打ち合ってガモスに死んでもらうっていうパターンで良さそう。その前に急所になったら、まあ、動画をボツにすればいいんで、そんな簡単っすよ。余裕余裕、マジで。よー、バカらしい。これ相手も多分急所当てる前提でゲームしてきてるかな。まあ相手は一回多く殴れるから。まあそうなると思うんだけど。ここで、だったら僕ここでトラータ撃ったけど。ガブ来る。これまあまあわかんないな、なんか。じゃあ僕が今もし突然ふざけてさ、5回だけどまだいいやって言って、急所当たるやろうってトラータ撃ってたら、どうしてなんだ。するかな。僕あったらここ、ガモス投げるんだけど。投げてないね。まあそれかガブで突然崩しに来るかだけど。いやーちょっとそれまあまあまずいんだよな。これまあまあまずいんだよな。まあこういう技構成のため。これ無道に鉄壁あったらこっからさ、ああ、エッジか。ならまだ余裕あるな。これあったらステロから入りたかったけど。とりあえずガブ流す。いやー、出てくんのガモスか。うざくて。ステロを早くどっかで巻くか。ダイナで毒菱入れると、世界が変わるんだけどな。相手釣らずに、安定して崩そうとしてる。演武。炎の前って中国語だと演武かな。そんなことはどうでもよくて。あ、なんかし、こいつ都合良すぎだろ。殴って、無道突っ張ったら無道を殺せってさ、引いてたら C が上がるっていう。めちゃくちゃ都合いいじゃん。トラータ撃つわ。ちょ、なんか引け。炎の前入れんだ。それまあダメージ痛いっちゃ痛いけど。トラータ入るため。2回目ですよ。一回卵を産まなきゃいけないけど、ここガブ投げあるよな。ない。ねえ、僕の無道を多分吹き飛ばしてあるからなんかおかしいってバレてて、これ急所じゃない。あ、違うわ。なんかめちゃくちゃ、炎の舞って、殴れる積み技なんですか？いや、殴れる積み技だけどさ、そんな、ポン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 当たり前のように引き続けるのは、おかしいじゃんね。いや、あのガブに炎の牙ないって分かった。まあ、剣舞炎の牙、無道殺せないからな。鉄壁あると。ないのに、かけて祈って撃つの弱すぎるから。さすがに、それを採用する理由ないから、まあまあ、エッジになると思うんだけど。この辺で寝てくるかな。まあ、瞑想打っていいか。炎の前入れんだなんだ。やけくそ。ここまあ、引くこと考えると一回卵海か。いや、トラータなんか引くだろって思ってさ、トラータポチポチ押してた僕も悪いけど。これ D1 個上がったおかげで、ガモスの攻撃が絶望になります。ガブ来ちゃー。ガブ来ちゃー。ただねー。いや、相手は剣舞でいいようになっちゃったんだよなー。なっちゃったんだよな。ただあのガモスの処理にも、いやでもハピアスいないとさすがにゼルネが無理だな。まあ無道引くか。相手剣舞、釣ってくれるのはでもむしろ。ゼルネアス、これ多分ショックあるんだろうな。ショックあるんだろうな。ここ無道で吹き飛ばしに行っちゃダメかな。世界変わる気がするけど。吹き飛ばしも見てんだよな。ジオコン押すわけがなくね。ピアス引くか。まあこれでここジオコン押してて、なおかつショック持ってたら、諦めるしかない。ショックあった時点で無理かな。10万。引いてて正解で。一回でもトラータを稼ぐべきだと思う。こっからジオコン見て、結局ショックがあるかないかでゲーム決まるわけだから。
で、ショックないならないで、こっから瞑想で間に合うようになるから、一回でも殴った方がいいんだよね。で、ワンチャンここで氷とか引くんだったら、めちゃくちゃ美味しいから、それを狙っていっていいはず、積極的に。いやー、ステロ負けてないのかな。ちょっと重たいな。でかいなーでかいなー、希望生まれたなー、まあ、ジオコン見たため瞑想で。でかいなー、めちゃくちゃでかいなー、なんとかなりそう、ワンチャンある。こっから何ができるって、ダイナで、いやーでも身代わりにガブ出てきててめんどくさいだけだな。ガブリアスが重たいなー。あー、そっちか、そういう感じか。それもまあまあきついな。急所、急所めちゃくちゃ引くなこいつ。ガチ天の恵、トゲキスと同じじゃないか、やってること天の恵みっていうかさ。神ないよ神ないよ。これで気合玉もう大丈夫だね。僕も D2 個あったから互角にやり合える。でここで C プラニのトラータが相手の裏に入りまくる。てかショック入れてるとナットレがめんどくさいはずなんだよ。ハピアスより多分ナットレの方がうざいから。で、気合玉当てたら、ハピアスとナットレまとめて殺せるから、まあ多分気合玉になるような技は。そりゃ。いける。いけるんよ。まあね、ゼルネアスそもそも個体数が少なくて、これも急所。神だ、マジで。ピントレンズ持ってる、コンハピアス。素で。ゼルネアスそもそも個体数少なくて、まあショック持ってるやつもいるけど、まあ全体的にはそれを切ってもいいレベルだと僕は思うんだよね。でハッピナスを切ってもロックなことが起きないから、あー、ここ多分ダイナ即引いて必死末期に行くのが正解かな。無動は対面からで吹き飛ばしが通るのと盆のみでヒットポイントまあまあ確保できて、まあ、剣舞だよね。あと、スケールショット打つことになるから、プレスがまあまあうざいはずなんだよ。ここ、毒菱打ちに行っていい。ハピアス死ぬと、ガモスきつくなるから、今のとこトラータ押せないんだよね。まあでも、相手視点こっちしかないか。2発で止まると神。ここね、いやー、都合よく無動引いてプレス打ちたいな。プレス打ちて、無動引いて。ダメか？自信かスケールショット。ここでエッジ打つ理由あんまないと思うんだよね。上から動けるとはいえ、外した時がまあまあめんどくさいはずで。あー、もう一剣舞か。あー、ここのエッジ怪しいな。吹いて飛ばして避ける神ガブリア。いやー、この無道いいんだけど、こういうのにやられるからな。なんかストッパーになれる子もやっぱいないとダメだな。裏に隙を見せる、かなりエッジ避けたので。かてもう運勝ちでしかないこの試合運でしか勝ってない。とりあえずゼルネアスが、いや、ゼルネアス止めたらもう運ないよ。ハピナスの、これでハピナス着地して、もう対面で殴れば、剣舞詰ませないゲームができるから、まあ、なるべく、詰む感じかな。あー、寝るやつか。眠ろ、ようやく見せてくれたね。ガモス寝てるなら寝てるで。楽になるけど、まあトラート押してっていい。ガモス削ってもいいし、超まいい。いやー、これあとガモスがまだちょっとあれだな、オダブツにならないな。いやー、でもまあ毒入って TOD、 ガブの方が重いからな。ここは瞑想でよくて、超まいい連打。まあまあ長い試合になってるね。
ちなみにコンハピアス何がすごいってさ、特性別に強運とか持ってるわけじゃないしさ、普通に急所はめちゃくちゃ運で引きまくってるしさ、特性僕しかもコンハピアスってね、確かね、天の恵みだったんですよ。自然回復にちゃんと直してきて使ってる、眠りきってるのもあるからそうなんだけど、それなのにこの急所率よ。急所と状態異常の引き方よ。まあ、トラウタの状態異常はそんなでもないか。2割ちょっとだから。まあ、1回ぐらいは引くかって感じだけど。まあ、ようゼルネの前で引いたなって感じはあるけどね。で、何が偉いってガブが、タスキが潰れるのと、ここ卵海でいい。まあ、相手は超マイ連打だよな。まあ、急所狙いになるんかな。寝させて押し込めばそれはそれで勝てるから。そんな感じでもいいかな。無動引いて吹き飛ばしに行ってもいいね。それも間に合うな。トラータ打ちに行くか。超マイ。で、最後投げ打ってガモスで焼けても、寝させれば、無動引いて、吹き飛ばしてよくて、ガブの前でまあ跳ね連打でいいか。トラータであとなんか引きたいな、早めに。まあ一番いいのは麻痺かな。いや、麻痺しかないわ、引くとしたら。麻痺引いて、麻痺引いたら投げ押し続けてってもいいけどな。オッケー。都合が良すぎる。都合良すぎる。ギガドレイ回復できるやつ持ってる。結構回復されるぞ。ギガドレイ眠る炎の舞、超舞か。虫技切ってる感じか。もう一回瞑想だな。ギガドレのダメージ減らさないといかんのと。でも相手も炎の前でなかなかに視野上げてたからな。それ考えると、イーブンだろ、こんなん。で、ガモス麻痺ってるからだいぶ怪しいでしょ。いや、これ、あれだな。無限ダイナに打点がないガモスか。まあでも無限に起点にできるか。無限ダイナ相手に。ならまあダイナに打点別に持たなくてもいい話はまあまああって。あとこっちは麻痺運ゲーに託す話と TOD のお時間がやってきた。まあ少しでも試行回数を減らすべきか。時間使おう。結局時間使うことになるんじゃん。まあでもゼルネの単体性能を考えると明らかにジオコン10万ムーンフォ気合玉とかになるよな。この相手の人が使ってるゼルネが多分一番まっとうな強いゼルネアスだと僕思うけどな。そういう意味だと、いや、気合玉避けたらまあまあでかかったけど、ハピアスで確かね、気合玉どうだったっけな。昔はショックがめちゃくちゃ多かったから、ショック前提で無理だなって思って、逆に気合玉そんなになかったんだよね。だから当時は確か気合玉外すから弱いみたいな話が確かあった気がするんだけど、それは僕の気のせいかな。そんな話もあったと思ってるけど、ついに焼ける、ついに焼ける。これ僕ハピアスが多分死ぬと負けるけど、裏もまあまあ削れてるから あんま捨てたくないな。あ、でもガモスがあれか、削れてるから、このターンの残り時間で最後のターンにできるんだったら、僕は裏を1枚捨てたら勝つか。多分捨てるべきはダイナだな。ダイナ捨てて2対2。ガブは削れてない。ガモスがこんだけ削れてる。ちょっと怪しくなるな。いや、ハピがでかいから多分大丈夫だと思うんだけど、なんかそれで変にプレミして負けるの嫌だから。で、ガブに即殺されること起きないから、なんなら
早く押しても変わんないか。まあ、このターン急所当たんないんで、勝ちますね。大丈夫。久しぶりに20分。最初から最後までやりきったな。これはギリギリ落ちないですね、ちなみに。投げで。多分1とか残るんじゃない？あ、そうだよね。まあ、勝ったんでいいんですけど。このさ、最後の30秒ほどさ、無駄なものないよな。しかも、ユアタイムなくてもさ、この最後の30秒は、待てるっていうのがあってさ、ガチで存在する価値ないな、この30秒。この30秒で僕多分、今までの人生どんぐらいだろう。トータルで1時間ぐらい無駄にしてんのかな。じゃあ、その1時間、例えばバイトをしてたらさ、時給1000円で1000円なわけでしょ？いや、ダメだ。こういう考え方良くないよな、本当に。なんかバカになってくっていうか、なんか おかしくなるわ。勝ったからいいです。オッケー。まあ、受けレープっていうのはね、こういうものです。お疲れ様でした。GG。